はい、バンブーです。今日はシティーズスカイラインズやっていきたいと思います。で、ゲームをつけた瞬間津波を検知しました。これはやばいあ、もう来てるんだ。そっちからか。まあでもそんなに大きくないな。いや、大きいのか。あ、これやばいな。いや、大丈夫かどっちやねんだよね。なんかそうでもないね。ほら、あ、よかったよかった。この手前の島がガードしてくれてるわ。うわ、よかったー。よかったのか結果産業全滅なんだよね。まあ、若干こっちの方には残ってるけど。うわー、津波は来ないだろうと思って舐めてたな。あー、車浮いてるな地味にまだ続いてるな。まあでも一番の被害のところはとりあえずなんとかなったでしょう。ここは、ああ、洪水。まだちょっと水が抜けきれてないんだね。あ、こっちはまだナウでダメージ受けてるな。は、まだ来るな。待ってよ。え、まだ来るの？もう終わっただろ。あ、違うか。こっち側が来たから今警告出てるだけか。まあ、この辺でもう止まるでしょ。もう一発来てるわけじゃないよな。それは大丈夫そうだよね。いや、あれ、先の方に見えてるあのうねりは津波かだとしたらまずいな。うん、とりあえず津波は一旦落ち着いたね。で、第2波は来ないから大丈夫、OK。いやー、びっくりした。まだ水溜まってんの？なかなか水抜けなさそうだな、ここ。川になってるあ、こっちの方抜けてくね。あ、よかったよかった。は？なに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 、まだ来んの？どういうこと待ってあれか、ん、いまいち津波警報よくわかんねえな。多分大丈夫そうだ。あ、なんか水不足になってんな。さっきの津波で水道管壊れたかな。ここはこっから繋がってるのか。いや、別に切れてないな。え、ってことは、あ、こっちもだ。あ、こっちもだ。あ、全部ダメだ。あー、この感じ多分純粋に水不足だな。あー、水引いちゃってるんだ。はい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 。そしたらば、こっちの方に作るか。もうあそこの隔離所で作る必要ないんだよね。汚水は全部隔離してるから。よし、この海側なら水なくなることもないだろうしね。よいしょ、よしよし、吸い始めた。うわー、一気に吸ってるもうこれが逆に津波になりそうだな。で、水不足は、あ、大丈夫だね。よかったよかった。いや、壮観だね若干水なくなってるけど多分大丈夫。ちょっとで、あともうちょっとしたら落ち着くと思う。で、今度は商業の需要が伸びてるから、どっかまた新しく商業島を作ろう。商業島っていうよりも、ここの空き地を商業の場所にしちゃうのがいいかもしれないな。あんまり、あの、いつもの方向に置くとまた渋滞がひどくなりそうだから、ちょっと今回はこの辺に建ててみます。こんな感じかな。で、ここを商業施設にします。どうせ高密度建てても渋滞まみれになるだけなんで、低密度でいきます。いいよ、うん、良いね。いや、どうしよう、とうとう町の不安がなくなってしまったいや、いい町づくりできてるのは嬉しいんだけどさ、なんかやることなくなるんだよなもう完全に大丈夫になってきた。まあ、住宅はもちろんのこと、ここの商業の顧客不足も解消して、産業の商品の納め先不足も解消して、とうとうここまで来たかで、しかも
渋滞もないんだよな。うん、渋滞も全部解消した。もうこれ半分ゲームクリアだろ。あ、若干また渋滞し始めてんな。でもこれは多分ね、右に行く人が多いっていうか、右に行く人もいるから、よいしょ、これでね多分渋滞解消できると思うよ。このオフィス価格全然車いないなと思ったんだけど、ここの地下鉄からみんな歩いてきて、あとは徒歩でみんな通勤してるんだね。ってなると通勤大変そうだから、バス作ってあげようか。まずバスの車庫か、この辺でいっか。よいしょ。でバス停をこの駅前からスタートして、そうだな、ここまあ適当に何か所か置いていくか。こんな感じでとりあえずぐるっと回しました。これ多分バス使ってくれる人増えると思うんだよね。それとこっち回り路線も作ってあげよっか。地図でいう右側を通る路線を作ってあげて、まあこんな感じかな。なんか良さそうだね。これでみんな簡単に通勤できるようになった。やっと住宅の需要が伸びてきましたね。雇用率が戻ったのかな。雇用率、すごい V 字回復を果たしている。雇用率今 89% まで戻ってる。いいね。求人数もやっぱ V 字回復してるから、やっぱそういうことなんだね。そしたら念願の住宅地区作るか。これ邪魔なんだよな。これどかすか。なんかいいとこないかな。なんかちょうどいい適当なとこないかな。ここはほらほらほら、ダメか。ほんとどうしようもないところに置いていいんだよな、邪魔だし。ここじゃね。この小学校を移動させて、えい、でこいつをここに移動させりゃいいじゃん。よし、いいね。これでみんな喜ぶぞ。これも邪魔くせえな。よいしょ、よいしょ。でちょっとこの辺だけ低密度住宅にします。っていうのも、商業とか産業とかと同じ理由で、多分渋滞を巻き起こすんで、この辺はもう低密度でいいと思います。あ、すごいね。バンバン立ってく。水はあるか？ないな。はい。もうオフィスを建てられるところがなくなっちゃったんで、新しい島をまた開発していきましょう。で、オフィスは、全然渋滞とか巻き起こさないんで、ここの島、オフィス島にしよう。うん、こんな感じでいいね。で、オフィスをドーン。で、水をバーン。よし、オッケー。で、うわ、商業も需要上がってきた。街が活性化してるな。バスが効いたか？あ、バスそれなりに乗ってるな。でも49人か。思ったよりは使われてないな。よし、そうしたら商業棟を建てよう。こっちの方使いたいんだよね。まだ全然渋滞がすごくないから。いや、すごくなってきたな。気づけば渋滞してるな。この空港の裏全部商業にしちゃうか。よし、これでいいね。いや、ここ渋滞しがちだから、地下鉄建てよっか。ここでいっか。で、直接こっちに伸ばすか。よし。で、路線は、この街の真ん中からスタートの、真ん中行って、まあ、ここ、せっかくだから寄ってあげて、ここだな。で、同じルートで戻ると。よし。また新しい路線ができた。いいね。と、あと高速の降り口もこの反対側にも作ってあげようか。多分降り口だけでいいと思うんだよね。乗り口は全然混んでないから、多分これで問題ない。いや、住宅需要伸び続けてるな。この水族館どかすか。さ、水族館欲しい場所はありませんか？
あ、駅直結の水族館にするか。いいね。あれから結構時間が経ったんですが、本当に何事もなく平和に人口じわ伸びを続けてまいりました。今の人口が 68,108 人なので、残りあと 32,000 人で10万人突破になりますね。かなりあれからもう本当に落ち着いて何の不満もなく進んで、需要バーも順調に伸び続けております。結論から言うと、トックいらねえっていうことになりますね。うん、あれはいらん。本当に街の発展を阻害することしかしないから意味がない。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。